ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は新型 MacBook Air がね、これからどうなるのかだったりですね、今後の Mac についてちょっとお話ししたいと思います。なんで次のね、その MacBook Air が具体的にね、どうなっていくのかっていうところですね、15インチのね登場もあるかもしれないというね、新しい情報もちょっとまた出てきましたので、詳しくね、情報をもとにお話ししてですね、じゃあこれからその Mac の製品別の、発表のスケジュールというか、どういう感じでねこう出ていくのかっていうところも合わせてね、ちょっと解説したいと思います。で最後に発売時期だったりですね、じゃあ新型出るなら M1 のね MacBook Air を今じゃ買うべきなのか、その待つべきなのかについても、最後お話ししたいと思いますので、ぜひね、最後までご覧ください。こちらのチャンネルで Apple 製品のリーク情報だったりですね、賢い買い方はですね、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしてますので、はい、僕も含めてですね、皆さんと一緒にその IT リテラシー高めていければと思っておりますので、まだチャンネル登録してない方はぜひね、チャンネル登録していただいてですね、最新情報ね、どんどん受け取ってください。で、またね、一番右にある通知ベル、こちらもオンにしていただくと、最新情報がね、さらに届きやすくなりますので、いくつかね、コメントをね、見てると、これ動画見てたら、今 iPad を買うのやめてたなとか、そういったコメントね、結構いただきますので、通知ベルオンがねおすすめでございます。皆さんご存知の通りですね、最新の MacBook Air ですね、はい、これ M1 チップというものを搭載しておりまして、もう今の MacBook はインテルのものじゃなくですね、 Apple の自社で開発したねチップっていうものをね搭載してまして、これが昨年の2020年の11月に発表ですね、発売されてるわけなんですけども、僕もね現在メインマシンとして今使ってるんですけども、非常にね、快適に使えてます。もちろん他の方のレビューとかもね、僕いろいろ見てるんですけども、好意的なものがね多かったりしますし、僕もM1 Air のレビュー動画、非常に好評だったりしますので、ぜひね再生リストとかもあるので、こちらもぜひ参考にしていただければと思います。この Apple のね M1 の発表後のね決算っていうのもね出てるんですけども、要するにこれ決算では会社の家計簿ですね。じゃあいくら儲かった、どれぐらい売れたんだっていうものがね、公式に発表しているものと。そこから見てもですね、やっぱり非常にやっぱ好調だなっていうことが伺えまして、つまり M1 売れてるよっていうところですね。例えば2019年の第4四半期ですね。これ10月から12月のことなんですけども、その Mac の販売台数が525万台だったのに対して、2020年ですね、こちらは690万台ですね。なんで、M1 出てからすげえ増えてると。そのおかげで 30% 以上ね、増えてるっていうところなんですね。またその市場のシェアですね、どれぐらいその、ね、全体でその Mac を使ってるねユーザーの人がいるかって、ね、そういうのがわかるんですけども、そういったシェア率もこの M1 が出ることでこう押し上げてるというね、これなかなかすごいと思いますね。はい、なかなかその1個の製品が出てこのシェアがグッと上がるなんてことあんまりね聞いたことないんで、なのでやっぱ M1 チップはね非常にこう成功だったんじゃないかと捉えていいと思いますね。ということで、じゃあ今後のその MacBook Air ですね、次じゃあどうなっていくのっていうねところをですね、ちょっとリーク情報とか元にね、見ていきたいと思います。で、おなじみのね、リーカーのミンチ講師っていうね、方がいるんですけども、この方によりますと、新型の MacBook ね、MacBook Pro 14インチと16インチがですね、今年の後半に出るんじゃないかと、これ1月の記事でね、報じられているものなんですが、で、またその MacBook Air については、新しいね、手頃な MacBook Air が、2022年に発売される予定であると。なんで今年はやっぱりないっていうふうにね、は言ってますと。他の例えばですね、台湾のデジタイムズですね、とかもですね、これメディアなんですけども、新型の MacBook Air は2022年ではないかと。報じてますし、個人的にもやっぱ今のご時世とかね、ちょっと状況を考えるとですね、やっぱ来年なのかなと思ったりするんですけども、ただブルームバーグですね、これアメリカの大手メディアの記事の方では、ちょっと興味深いことが書かれてまして、薄くてね、軽くフルモデルチェンジした、新しい MacBook Air が、もしかしたら年内の、早ければ年内の後半に出る可能性があると。ここはちょっと微妙に違ってるっていうね、ところですね。ということで、じゃあ新型のこの MacBook Air がね、どんな感じでこう、チェンジしていくのか、変わっていくのかっていうね、ちょっとブルームバーグの記事をもとにね、ちょっと解説していきたいと思います。はい。で、新型この MacBook Air は、まずやっぱデザインが新しくなるっていうところで、どうなっていくかっていうと、非常にですね、軽くて薄くなるということで、昔のね、12インチの MacBook っていうのがあったんですけども、あれに近いね、イメージでいいと思いますね。で、本体は非常に軽くて薄くなるんですけども、画面の大きさは、12インチではなくて13インチを、のままを維持するっていうことで、どうして維持できるかっていう、この画面
画面のね、まあ、黒い縁ですね。俗にベゼルとか、言ったりするんですが、まあ、このベゼルがね、やっぱ狭くなるので、まあ、その分別に本体サイズを大きくすることもなくですね、軽いままなんだけど、まあ、その同じサイズは維持できるっていうことですね。まあ、例えば今のエアーだとね、結構この画面周りのベゼルっていうのね、広いんですよね。結構昔のモデルなんで。まあ、ね、今の、例えば iPhone、まあ、12とかですね、まあ、iPad Air 4とか、まあ、そっちにやっぱ近づく、イメージですね。Mac もそういう風になっていくと。で、また画面も、まあ、最近、iPad Pro、まあ、僕も動画出したんですけども、まあ、そこに搭載が噂されてるですね、ミニ LED というものがね、搭載があるんじゃないかと思います。薄くだったらやっぱ軽くなるのは、やっぱりこの新しいね、さっき言ったその M シリーズのやっぱチップのおかげですね。まあ、いわゆる Apple シリコンというものなんですが、まあ、構造的にも非常にね、やっぱ小さく薄く作れるんですよね。まあ、どうしてかっていうと、SOC っていうね、システムオンチップっていうものを採用しまして、これどういうことかっていうと、普通ね、パソコンの中の、まあ、ものをいろんなところに散らばってるんですけども、まあ、それを一体化して、まあ、それを一つのチップの上に、全部乗せちゃうっていうね、ところで、まあ、要するにそんだけスペース使わないってことですね。まあ、それがシステムオンチップなんですけども、まあ、要するにいろんな具材がね、こう、ピザの上に乗ってるみたいな、イメージで、いいと思います。なので、あと発熱とかもね、非常に少ないので、薄くですね、まあ、薄いんだけども、その高性能で非常に電池持ちがいいと。まあ、そういうものがね、やっぱこのチップによって現実的になってくるっていうところですね。あと、まあ、デザイン的にもね、やっぱ現在の MacBook の Air と Pro って、まあ、そんな違いがないんですよね。重さも、ま、数百グラムの違いなので、まあ、やっぱそこの差別化をね、どんどんやっぱしていった方がいいかなと、まあ、個人的にも思いますね。で、また、MacBook Pro ね、14とか16インチですね。まあ、次期のプロに搭載が噂されるですね、マグセーフ充電器っていうのも、新型のこのエアにね、新しく来るんじゃないかと思います。このマグセーフっていうのは、昔のね、Mac に使われてた、充電端子のことなんですけども、まあ、今も使ってる方ね、いらっしゃると思いますけど、まあ、磁石でこう、くっついてね、パチってこう、充電できる、ものなんですね。まあ、磁石で例えばこう、くっついてるので、まあ、なんか足でこう、例えばこうケーブル引っ、かけて、引っ掛けてもですね、磁石のとこ取れてくれるんですよ。大体まあちっちゃい子とかをこう引っ張ってバーンと落ちちゃうとか、在宅ワークであったりするらしいんですけど、まあそういったところでは、まあ Mac が机から落ちてこう、ボロボロになるみたいなことは防げるかなっていう。まあそういうのはありますけども、まああとメリットとしてはやっぱ高速充電がね、やっぱ可能になるんじゃないか。だったりですね。まあ仮にやっぱマグセーフで充電できれば、まあ USB のね、ポートとかも2つ開くので、まあそういった点は、いいかなと思うんですけども、ただまた別で、じゃあこのマグセーフでケーブルが必要になってくるっていうのをね、ちょっと持ち運びとかね、まあ正直面倒かなっていう、結構価格もどれぐらいになるのかわかんないですけども、まあ感じもするんですが、まあ一応 USB Type-C のね、ポート自体も、まあおそらく左と右に、まあ2個ずつで4つ、つくと思うので、使いたい人はマグセーフで充電するみたいな、感じになるんじゃないかと思いますね。で、また次期のそのプロのね、14とか16インチにはですね、SD カードスロットの復活だったり、HDMI ポートですね。まあ、そちらも搭載されるんじゃないかと、言われてますので、なんで、昔のね、MacBook に戻るようなイメージですね。まあ、それを現代版にして、まあ、出してくると。まあ、今回、ね、じゃあ Air はどうなるのかっていう点で言えば、まあ、おそらく USB-C ですね。USB-C 端子が、まあ、4つのみになるんじゃないかと。思われますね。まあ、そこら辺が一応プロとのその差別化になってくるかもしれないですね。はい。まあ、個人的にやっぱね、動画とかカメラの写真をね、SD カードで取り込んだりするので、まあ、SD カードスロットぐらいはちょっと欲しいかなっていうところはありますけどね。で、また興味深い点がですね、新型のこの MacBook Air が今の、例えば M1 MacBook を置き換えて出てくる形ではないっていうね、ことですね。まあ、なので、その M1 の MacBook Air っていうのは、従来通り新型が出ても維持される。ラインナップとして残って、まあ、その上に MacBook Air がこう入ってくるみたいな、感じですね。じゃあ、そうなってくると価格がね、どれぐらいになるのか、ちょっと気になると思うんですが、まあ、例えば、2018年に現在はね、モデルチェンジした MacBook Air が登場したんですよ。で、古いモデルはその時98,800円ですね。税別なんですけども、まあ、それが、134,800 円かな。になったんですね。新しくなって。で、そして2019年には、いつの間にかですね、119,800 円に値下げされたんです。で、現在の、じゃあ、例えば M1 MacBook Air は、104,800 円なんですね。まあ、なので、2017年の本当前のモデルに、本当に今近い形というか、結構まあ安い状態になってるんですよね。まあ、もちろん性能は全然上がっているんですけども、っていうね、2017年のまあ刷新からまあ今までの流れみたいなのをね、ちょっと考えるとですね、まあ新型の Air もおそらくまあ134,800円あたりで、まあ出てくるんじゃないかなと思いますね。まあその上で、まあ104,800円っていうの M1 の MacBook Air っていうのはまあコスパ、最強モデルっていう
形で、まあ、残ると。まあ、やっぱちょっとこの売り方結構ね、うまいなと思いますね。で、また面白いのがですね、新たにその15インチの MacBook Air も、まあ、もしかしたら出るかもしれないというところですね。これは新しい情報出てきたんですけども、Mac Rumors の記事ですね。まあ、こちらによりますと、まあ、大きいモデルの MacBook Air が、まあ、開発中ではないかと言われております。まあ、今すぐね、じゃあその出る可能性ってまずね、ないと思うんですけども、昔はね、Air も11インチと13インチってね、2つのモデルがね、実はあったんですね。僕は確か大学生ぐらいの時ありましたね。まあ、こっちはプロになるんですが、一応15インチのモデルも16インチの前あったので、まあ、例えばそれを元にしてね、15インチのエアを作れば、なんか結構、まあ、コストを安くね、作れそうななんか気もしたりはするんですけど、あとやっぱ大画面のね、その、やっぱ Mac というか MacBook を求めてる人も、やっぱ一定数いるんじゃないかなと思ってまして、まあ、例えば今の段階で、その Mac で、その大きい画面がいいなっていう方は、選択肢としては、まあ、プロのその16インチしか、まあ、ないわけなんですよね。まあ、そうなってくると、一番安いモデルで、まあ、大体24万円ぐらいかな。で、高額でもありますし、で、結構、まあ、高性能なんですよね、モデルとしては。まあ、でも、じゃあ、世の中の、その大多数の人が、そんなスペック必要かっていうと、まあ、正直いらないと思うんですよ、そんなに。まあ、なんで、まあ、エアぐらいの性能でいいんだけども、なんか大きいね、その画面の、大きい画面の MacBook 求めてる人とかに、まあ、結構刺さるのかな、15インチはっていう、まあ、感じはしますけどね。はい。で、まあ、価格、大体どれぐらいになるかなと、まあ、ちょっと考えてみたんですけども、まあ、多分、おそらく15か16万ぐらいに、まあ、なると思うので、まあ、例えば16インチの、まあ、サイズが、ぐらいのサイズ、まあ、欲しいけど、まあ、高いからやっぱ13インチにしようかなみたいな人が結構その15インチのエアとかあればね、そっちに行くんじゃないかなとか、まあ、思ったりもしたんですけどね。まあ、ただその実際の需要が、まあ、どれほどあるのかっていうのは、まあ、そのビジネス的にじゃあちゃんと出して売れるのかっていうのは、まあ、なんとも言えないところなので、まあ、そこら辺見るとアップルもまあなんか、っていう感じなのか、まあ、ちょっと開発に前向きな感じではないっていうね、報じられ方もしてますと。まあ、15インチモデルがね、まあ、仮にまあ出てくるとしてもですね、アップルは先にじゃあ MacBook Air のね、まあ、13インチのまあ再設計ですね。まあ、そっちがまず先だと思いますので、まあ、それはまあ13インチがね、まあ、Air の13インチが一番ね、売れてますんで、まあ、そっか取りかかると。まあ、なんで15インチモデルがまあすぐ来るってことはね、まあ、まずないと思う。まあ、そこはちょっと残念なんですけども、まあ、13インチの Air っていうのは必ずまあモデルチェンジして、まあ、どこかのタイミングで来るとは思いますね。じゃあその、まあ、新型 MacBook Air の発売日ですね。じゃあどれぐらいになるのかっていうところですが、まあ、早ければ年内の後半ですね。まあ、以降に出るかもしれないっていうね。まあ、さっきブルームバーグのこと言ったと思うんですが、まあ、それか、まあ、濃厚なのはやっぱ来年のま、前半とか、2022年ですね。まあ、そっちがま、濃厚なんじゃないかなと思いますね。まあ、実際にやっぱ今 M1 の MacBook Air が、ま、さっき言ったように、最初ね、言ったようにガンガンま、売れてる状況なので、まあ、そんな急いでね、MacBook Air の新しいのを、ま、出す必要がまずないっていうところだったりですね。まあ、今までとやっぱりその開発にね、やっぱどうしても今海外行きづらかったりね、まあ、基本やっぱ中国とかで作ってたりするので、やっぱ海外の往来とかね、やっぱ時間かかると思うので、やっぱその開発に時間ですね、今まで以上にかかると思うので、まあそんな急ぐ必要はないのかなっていうところですね。はい。で、今やっぱ Apple が目を向けているのは、MacBook Pro の方ですね。まあなんで今なんで、次14インチとか16インチ。はい。まあまだプロのラインの上位モデルっていうのは、まだM1 チップの方にね、置き換わってないので、まあなんでそこら辺が今年のやっぱ夏以降に、登場するってね、思いますので、まあ少なくともそれより先にね、じゃあ Air の新型が出るってことはまずないと思いますね。で、またやっぱ秋頃にね、やっぱ M1 とか、まあ、M1X とか、まあ、おそらく搭載した、まあ、iMac ですね。この長らくね、アップデートの iMac、ここもやっぱ Apple Silicon 搭載されてないので、まあ、そっちの移行が先かなと思いますね。で、iMac もね、最近ジョン・プロッサーさんという方がですね、この人なかなかちょっとクレイジーな人がいるんですけども、iPad Air 4 みたいな、カラフルなモデルでね、こう出るんじゃないかというね、まあ、リークがこう出たりしてたので、まあ、楽しみではありますね、これ。プロのね、まあ、僕はまあ、14インチとか欲しいんですけども、まあ、こんなカラフルなちょっと iMac出たらね、ちょっと欲しくなっちゃうなっていう感じですよね。はい。まあ、どうしてね、カラフルなのかっていうのは、昔のね、その iMac のね、まあ、おそらくオマージュじゃないかっていうことで、まあ、真似事ですよね。昔のちょっと透明になったね、まあ、ジョブズの時代にあったものをなんかオマージュして出してくるんじゃないかみたいな。まあ、本当かどうかわかんないですけどね。まあ、それを現代風にして、まあ、こんな感じ、iMac ね、カラフルになってくるんじゃないかと。まあ、ほんとね、随分と iMac 刷新されてないですから、もう10年くらいされてないんじゃないですかね。だって M1 ね、チップ乗せてやっぱそう大きく変わって出てくるんじゃないかと思いますね。ここも非常に楽しみ。で、最後ですね、じゃあ今、M1 チップの、MacBook Air をじゃあ買うべきなのか、まあ、新型出るならちょっと待った方がいいんですかっていうところですね。こちらについてなんですけども、まあ、基本的にね、やっぱ僕はM1 MacBook Air ね、もう今買っちゃっていいと思いますね。まあ、もちろんこれからま、1年くらい待って、まあ、新型の MacBook Air
Air ね、まあちょっとおそらく高くなると思うんですけども、まあそういったあの Air でも全然いいよっていう方は全然いいと思うんですけども、まあそういう方を除けばですね、まあ、僕も使っているんでわかるんですけども、あのまあ正直レビューでね、もちろんこのデメリット的なところも全部あの言ってるんですが、まあ価格に対してやっぱりね、M1 はその性能が明らかにちょっとバグってるというか、はい、まああの壊れてるってね、あのそういうバグがあるって意味じゃなくて、まあ一番安いモデルでですね、まあ10万円ぐらいで、まあ一応一番高いね、まあ24万ぐらいからする16インチと、まあほぼ同等ぐらいの性能というか、まあというかまあ場合によってはそれ以上のね、性能っていうのが、まあ手に入りますので、実際 M1 Air で全然ね、あの普通に使う分にはね、全然十分だと思いますね。本当まああのコストパフォーマンスとか含めて非常にいいと思います。M1 Air 以上の、まあ例えば性能を求めるのであれば、まあ次のですね、MacBook Pro の、まあ14インチとか、まあ16インチが、さっき言ったように夏以降にね、まあ登場するっていうのが非常にまあ濃厚なので、まあそちらを待つ方がね、いいのかなって思いますね。とはいえね、こっちはですね、あのプロのやっぱ上位モデルになってくるので、まあ価格も少なくともやっぱ税別で、今、まあ18万8800円からとかね、まあ大体20万円前後にはまあなってくると思うので、うわ、それはね、ちょっと高いよってなる方は、もうシンプルにあの M1 Air を今買った方がいいのかなって。まあ僕は思います。まあさっきも言った通り、やっぱあの、明らかね、コストパフォーマンスがちょっとバグってるからってね、ところですね。まあちょっと気になる方は、この M1 MacBook Air のね、レビューですね、新型プロとかについても、あの、再生リストで、ちゃんとまとめてありますので、僕ちょっとご覧になってから、考えていただいてもいいかと思います。はい。これは、参考までにね、どうぞ。ということで、皆さんをどう感じましたか？気軽にね、ちょっと概要欄下からコメント、いただければと思います。質問などあれば、気軽にね、いただければと思います。はい。で、あと、ツイッターも日々更新してますので、タイムリーな最新情報とかはこっちで、発信してますので、フォローお願いいたします。はい。ということで、こちらの動画少しでもね、役に立ったなと思った方は、ぜひ、グッドボタンですね、チャンネル登録もお願いいたします。あ、通知ベルもですね。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。